シマノがリリースする最新タックルの情報をいち早くご紹介するコンテンツ、シマノタックルインプレッション。今回は田辺紀夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちら人気の軽かったコンクエストシリーズの新製品ですよね。ですね。待望の待望の待ってましたか。いや、もう俺はもう本当にコンクエスト愛が強いというか、もうメイン中のメインのリールなんですよ。ここにね、はい、10年使った09モデルのコンケストの DC があるんですけど、10年ですよ、現役。リールって10年も使えるものなんですか、まず。いや、それがね、はい、ザ・シマノですよ、凄み。すごいですね。こんなにたくさん、だからずっと連れて一緒に釣りに行ってるわけじゃないですか。うん、すごいですよ。週ね、2回とか3回とか釣り行ってて、常に主役で使ってるんで、うん、なのにこうちょっと巻いてみて、うん、いいですか。なめらか。え、これ本当10年使ってますか。だからね、これ本当にでしょ、はい、ね、ビビるでしょ、はい、うん、そういうことなんですよ。ザ・シマノですか。これ到底できないですよ、はい、普通はこのレベルの耐久性っていうの。でもそれが新しくなったんですよね。そうなんで、はい、俺はね、はい、これが来て、うん、はい、この09モデルをもしも超えなかったら、はい、どうすんだろう。ドキドキしますね。いやいや、本当に愛してやまないリールなんで、はい、これを超えてくれないと困る。で、同じ竿に同じルアーをつけて、はい、ね、うん、投げ比べるわけですよ。いや、その時に、はい、やったって思った。あ、よかった。いや、やってくれた、はい。具体的にはどういった点が新しくなってるんですか。具体的には、はい、こうギアのシステムも、もう今回のはマイクロモジュールが入ってて、すげえさらに滑らか、はい。まあ、DC のシステムも今回は5段階、それでこの開ければ中にモードが入ってて FNP っていう、はい、あ、これは糸の。そうそうそう、シマノ自体はこの DC のコントロールシステムをフロロのフルスプール、ナイロンのフルスプール、PE のフルスプールで巻いた時に一番飛距離が出て、この外側のダイヤルで全部をコントロールできるようにしてある、はい。まあ、俺自身はね、うん、これ見ても分かるように、はい、フルスプール巻いてないじゃないですか。あ、これ8割ぐらいですか。そう、8割ぐらい。理由があるんですか。理由ある。自分のこのギア比に対しての巻くスピードと、はい、あと、投げてった時に糸が少々膨らんでも平気とか、うん、あと、まあ、全体のこうなんていうの、クラッチを切る時の自分の手の角度とか、うん、あんまり高くなるのも嫌だし、はい、これぐらいで手首をうまく使うとか、うん、いろんなセッティングの上で、まあ、リールによってフルにするリールもあれば、うん、ちょっと削るリールもあるんですけど、うん、まあ、大体この200のこの DC のスプール系に関してはこれぐらいの8割ぐらいの巻き感で、うん、言ってるわけですよ、はい。そうすると、うん、フロロの重さはフルスプールとは変わる。今回のこのね、新しいこの DC に関しては中のセッティングも、うん、俺は F とか N とか P とか関係なく変えていくんですよ、はい、うん、へえ。それで変えた上で、うん、外側のダイヤルで調整して、うん、一番バックラッシュしないで一番飛距離が出るセッティングを出していく。うん、だからこの竿とこのルアーとこのリールっていうか、この糸には、うん、これがいいっていうのを見つけ出せば最高のギリギリセッティングができる。ここはね、やっぱ DC 使いとしては絶対みんなにもやってほしいなと、うん、頭の中では最初のセッティングで F だからね、あ、フロロだから F でいいのかなと思っちゃうかもしれないんだけど、やってみれば、うん、あ、自分のセッティングだと違うんだっていうのも出るんで、すると何通りも使えるわけですよ。で、まあ飛距離もアップしてるかな。うわ、こんな飛ぶのって思うぐらいに、巻き感もこう水中の
ものが全部分かりながら、うん、俺自身は巻物をやるときに突っ張らないように巻くんですよ、うん、こうふわ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 ってこう巻くには、うん、テンションは抜く感じで巻いてくる、はい、だけど動いてる、はい、っていうのを作り上げるんですけど、はい、そういうテンションを抜きながら巻く感覚がすっごい作りやすい。で、まあ、これあの新しいやつは 4.8 なんですけど、スプール径も38ミリかなで増えてきてて、はい、ちょうどこれぐらいのスピード感覚っていうのが強さも出てるし、巻いた時のコントロールが最高にしやすい。繊細な動きもできるっていうことですか？できる。できます。やっぱコンケストの DC ってもう最高のリールなんで、それがさらに良くなってるってことは間違いなく、これはもう使うでしょ。使いたいですね。うん。っていうことなんですよ。まあハンドル長とかは、今俺が10年使ってるこれはもうロングハンドルの45のでっかいあのハンドルに変えてあるんですけど、これは42なんですよ。で42なのに前よりトルクが上回ってきてるんで、だから抵抗感もなくこの45と同じぐらいの感じで使えてる。であともう一個特徴的にすごいのは、当然デカめのルーは力があるんで使えるし、はい、さらにやってった時にその8分の3オンスとか小さめのスピナーベイトも普通にできる、うん、あ飛ぶんですか？飛ぶ。あのね、はい、俺の飛ぶっていう言い方は、はい、弾道が浮き上がらないっていうのが飛ぶってことなんですよ。うん、要するに投げた時に弾道が浮いちゃうとか、うん、左に引っ張っちゃうとかいうのが、このリールじゃこのルアーウェイトは適してないっていう表現になる。要するにオーバーヘッドでとにかく投げるっていうのよりはバスフィッシングの場合は、例えばあの木の下を狙って低い弾道をピッて入れるとかやっていくじゃないですか、はい、そういうのができないとバスのリールとしては全く機能しない。そうか、そう、そういうのができるのも、しかも軽くしちゃうと上に上がりすぎちゃうから、うん、木に引っかかっちゃうよみたいな難しいじゃない、はい、だから弾道は上がらなくても奥まで飛んでくれるようなセッティングのリールが必要なわけで、はい、それがこの09モデルに比べて軽いものでもちゃんとできるようになって、さらに幅広くこうルアーが使える、うん、いや本当あのこれに対する愛がたくさん伝わってきました。伝わってきた、はい、いやだって本当に好きなんだ、うん、本当もう本当しか言いようがないぐらい、いや間違いないかな。さあ今回はカルカッタコンクエスト DC をご紹介いただきました。田辺さんありがとうございました。ありがとうございました。島の TV チャンネル登録。